はい、皆さんこんにちは、ちでございます。イースオリジン2週目ですね。誰だっけこの人もうトバさんは分かってんだけどね。トバさんは顔受けれんの？お、受けれんの？ああ足んないんだね。ユニカさん、ユニカさんで、ユニカさんもファクト君、ファクト君じゃないわ、ユーゴ君、ユーゴ君に比べたら本当素直だね。いやまあね、やっぱり人はいろいろ生い立ちがあるからね。ひねた人もいればね、まっすぐな人もいますもんね。それは一概に言えませんもんね。私もひねてる方だから。さあさあ、で登ってる最中はこう切って、降りてきてる時はこう。ああなるほどね。おお、軽快だね。すごいね、もうハンドワックスを片手で持ってるっていうのが、片手で振り回すのがよっぽど腕力強い子だねこの子ね。ああ懐かしい。でも斜めいけんだよね。で見えたら見て、おお、ああこれね、見えたら、おお、え、硬い。あ、レベルが上がったのかな。これ、あれがあったんだね、レベル。なんていうの？私、記憶なかったね。いい、私、よくイージーでやったのかな。なことないよね、多分ね。さすがアクション下手くそな私でもね、そこまではしないと思うんですよ。いやー、でも、すごく軽快ですわ。ああもうだいぶ慣れてますねと思います多分はい、捨てちゃったの飛躍を1個手に入れました。捨てちゃったの飛躍って何なんだろう。いいんだよねこれ、強いとか硬い、硬いね。まあ東武内はね一本道なんでね。あ、ブーストできるんだ。あ、ブースト使っちゃいましょうか。もうこのニュートラルでいうのがちょっと難しいね。やばいやばい、あんまりユージなこと言って私死にかけるわ。一人を集中してやるべきなんですけどね。あ、なくならないでそれ、なくな、あ、残っといてよ、残っといてよ。あ、よかったよかった。これたまになくなるんですよね、あんまり長いこと拘束されちゃうとね。これイースに伝わる信号みたい。どうして魔物がこんなものを。あ、青空の翼を手に入れた。体の奥から力が溢れ出す。ユニカは翼から力を受けること、授かることで、旋風のスキルが使えるようになった。ああ、これが C かな。そうだね、スキルの攻撃、旋風をまといながらと。これね、指の指4本使うんですよね、左手のね、指がね。右手はね、あの天気で操作なんですけども。あ、でも前にも言いましたけど、これ今の若い子でできないんですよね多分ね。今の若い子は上下左右を左でやるもんね。そうだね、今のゲームはね。はいはい。スキルパワーを多分ね。はいはい。どんな感じなの？わば、こんな力を授かるなんて。魔法とは違うみたいだけど、いろいろできるようになったんだ。あ、これ魔法じゃないんだね。早速試してみようっとと。おお、おお、あれ、ユーゴ君の時こんなに早く回復したっけ。おお、あれ貯めることができないの？俺貯めれるって書いてたような気がするんですけど。あ、これか。こんな感じかなよくわかんないや。ちょっと待ってくださいね。どっちだっけ、どっちだっけ。ただヒットポイント結構減ってんですよね私ね。あ、間違えちゃった、こっちだ。おお、
指が慣れてない。私と3本でやってたのかな結局。したら彼止まってくれるんですよね。それはまだいいですよね。使っちゃう使っちゃう使っちゃう。回復まだしないよね。回復しないね。二段ジャンプまだできないんだね。ほんとすごいハンドアックス持ってる。バトルアックスなのかな。戦を抜いてましたもんね。なんもないよねこれね。いやなんだろう、優吾くんはひねくれてたのに対してすごくまっすぐな子だね。やっててなんだろう、ちょっと待って、ああそかそかそか、これあれだね、すごくなんか心が現れるね。なんか冷えてる自分が恥ずかしくなってきちゃう。こうして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 こうだね。あ使いすぎちゃった、どうするちゃう。左手行くんだったらこっち、ああ開いてないね。あ鍵あんだねこれね。あ結構ダメージ食らってるのがちょっと心配だな。スペースで、あスペースでインベントリーか。なるほど。これは、ああ風を、ほうこれ装備してるのひょっとして。いや使用しません。あはい使用しましょう。ユニカはリラの貝殻に呼びかけてみた。貝殻からユラの声が聞こえてくると。イースが魔物に襲撃された際、いくつかの信号が奪われたそうです。おそらくユニカさんが見つけた青空の翼はその一つなのでしょう。信号に宿る風の力はきっと探索を助けてくれるはずです。使っちゃう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 。今ニュート、ああ、ニュートル入れたつもりなんだけど。あやっと入ったね。やばいけど、まあやばい時はちょっと帰ったらいいんだよね。クリスタルで帰りましょう。やばい時は、おレベルが上がった、レベルが上がった、あ戻ったね。ブーストマックス、おっと失ってしまった。さあ出た。うわーもうなんかありそうだこれ。キャンの何なの？おお、あったね。ここってと、さっきとは別の部屋みたい。あのおかしな魔法陣の巣で飛ばされちゃったのかな。魔物たちがあんなものを仕掛けているなんて。ああこれあれだね。そういやし、あれも変わるんだろうね。あクリスの力で邪神像を浄化したと。登場人物も変わっていくんだろうね。あ、私ノーマルやってるね。ユーゴくんもね、よかったよかったんで、カゴを受けましょう。まずやっぱりこれね、装備中の防具強化。SP を消費し、能力が強化されます。はい、カゴを受けました。ああ、上がった。カゴを受けました。まだいけるかい？あ、これは白くないから足んないよっていう意味だよね、きっとね。必要 SP が足りませんと。なんか飛ばされちゃったんだね。もう渡せたくじいつも戻るんですけどね、こうやって。ああ、おい、おい。あ、なんかちょっと分かった気がした。ああ、なるほど、こうやって使うんだ。あ、使えなかったね。これさっき来たとこじゃないのかな？おーっと。
ちょっと慣れないね。4発殴った後にね、ニュートラルの技を入れたいなと思ってたんですけどね。おお、やっぱり普通だ。そうだね、これをうまいことつなげたいんだけど。コンボにならない。ちょっと待ってね、いろいろ忘れ物取ってくれないさーて、ちょっと違うねこれ。あ、行っちゃった、行っちゃっていいのかな。あ、これちょっとね、僕のところよりもなんかあれかな。お、またレベル上がったの。ガンガン上がるね。気がするね。私こっちからこっちに行かないといけない気がする。あ、うん、うん。なんでブーストしちゃったんだろうね。さりげなくダメージ食ってるね。もうね、あのね、遊牧の時に比べてね、あの遊牧の時によく落ちてたんでしょ。あれがね、ないんでね、もう遊牧の後半の時になくなりましたよね。で、Windows 10ではね、なんかね、メモリの問題で落ちまくるんで、なんか設定変えたら、設定とか Windows の設定をね、だったっけ、ちょっと忘れましたけどね、なんかの設定変えることで。64ビットの問題だったかな、なんかそんなこと書いてましたよね。それから全然落ちなくなったの、確か遊牧の時ね。こっちかなと。ああ、ランダしすぎだそれ。密かにちょっとやばいね。よいしょ。タンタンタン、こうだね。タン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 。あ、4つか。上からどついたときにこれ入れるという感じかな。あ、そうだ、時間良くなっちゃったんでね、この辺で終わっておきましょうか。イーソリジン、終わっておきたいと思います。ありがとうございました。